アラハ h マイフレンズ今日のスノーレモンの動画では自動車整備士過去問解説をしちゃいます。内容は電流、電圧、電力、電力量。これを押さえて二級ガソリン平成26年10月の問題を解いてしまいましょう。電流と電圧は よく水の流れに例えられます。電流は水の量。電圧は水圧とイメージしましょう。細いところは水量が少なくなる。高低差のあるところは水圧が大きい。この矢印以降のところはちょっとよくわからなければ今日の問題には関係ないので飛ばしてしまいましょう。 詳細は計算ノウハウ80ページを見てください。電力は電流×電圧。電力量はその電力に時間をかけます。ここまで押さえたら問題を見てみましょう。12V 用の電球を 12V の電源に接続した時の抵抗が 6Ω である場合、 この状態で3時間使用した時の電力量はこの中でポイントは、まず電力量を求めたいということ。そして 12V の電源を使って抵抗が6オーム。3時間使用したという数字です。電力量を求めたいということは、電力量イコール電力×時間という式を使います。 時間は3時間と分かっていますが、電力が分からないので、電力を求めたい。電力イコール電流×電圧という式が必要です。電圧は 12V ということが分かっています。そこで電流を求めたい。電流は電圧割る抵抗です。あとは式に分かっている数字を放り込んでいくだけ、 電流イコール十二ボルト割る六オーム。電流は二アンペアと出ます。電力イコール二アンペアかける十二ボルト。二十四ワットと出てきます。そして電力量は二十四ワットかける三時間。答えは七十二。 ワット H にこのように文章からまず何を求めたいのか、どのような数値が与えられているのかというところから解き方を考える必要な式を自分の頭の中から引っ張り出してそこに分かっている数字を放り込むだけで簡単に答えが出てきます。今日もご視聴ありがとうございます。目指せ合格 登録といいねすでにしてくれている方ありがとうございますまだだよという方はどんどんしてくださいよろしくお願いしますまたねまたね